もじり駅は、北海道赤平市もじり元町南2丁目にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は T24。電報略号はもし、かつては、急行列車、仮勝、空地、初代の停車駅だった。1977年のもじり駅と、周囲約750メートル範囲、右が、フラの方面。 すでに貨物扱いをやめており、写真中央から少し右下へ分岐していた、もじり炭鉱の生命汚染は撤去されていて、路盤とポケットだけが残されている。昭和43年に51万トンの出炭量を記録したオス別炭鉱もじり炭鉱も、柏炭鉱になってからは深掘りを止めたために10万トン以下となり、この写真の3年前には枯渇して閉山。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成明治44年創業の財閥企業の一つであった株式会社大倉組から大正7年に大倉工業株式会社が独立し当時は下平木と呼ばれていたこの地にジ字タ炭鉱を開けこうするにあたって当駅の開設及び同社の資金による 先端上までの帰船の付設許可を申請した。この結果、当駅及び帰船は同時に開設されることとなり、大正7年7月13日に、もじり炭鉱の一万喜び鉱の開港となった。後に大倉組の撤退ともじり炭鉱株式会社の独立、三菱工業系列のオスべツ炭鉱鉄道による買収と所有者は変遷したが、 道高平山まで当駅はこの炭鉱を中心として運用されてきた。所在地名より、所在地名の読みはもじりであるが、駅名はもしりである。地名は現在の桂川を指すアイヌ語のもしり消しをまないの上部に由来する。このもしりは空地側にあった川中島のことで、この付近でこの川のほか、もしりぱおまない。 模親の試験をまないの3本が合流していた。一面2線の島式ホームを持つ地上駅、無人駅である。貸し段の崖の縁に線路があるため、駅舎には階段を上っていかなければならない。1日の平均乗降人員は以下の通りである。文字里の集落がある。ありがとうございます。